こんにちは、えっちゃんです。はい、今回はですね、ダンボールでレゴの自販機を作っていきたいと思います。今回作る自販機はレゴの収納場所に困った時なんかにも使えると思いますので、ぜひぜひ一緒に作ってみてください。材料はこちら、ダンボール、ガムテープ、太めの輪ゴム、透明ポケットやクリアファイル、ビニールテープ、以上です。はい、まずはですね、このような12cm×24cm のだいたいこのような大きさのパーツを作ります。このパーツに8センチ置きの空間でパーツを入れていきたいので、8センチずつのところに目印をつけたら、そこから 1.5 センチずつ開けたところ、上から1センチのところに5センチ×7センチ、膨らんでいるところは 6.5 センチの穴を開けます。こんな感じの窓ができたらですね、次に下から 1.5 センチのところに7.5 センチ幅の穴を3つ用意します。ここがボタンのようなパーツの場所になります。そうしましたら、こちらのクリアホルダーみたいなやつをですね、ここに窓に貼っていくので切っていきます。はい、そうするとこのような透明な窓が開いた表面ができます。 12cm×7cm のパーツを4枚用意して、先ほどのパーツに両端と両端から8センチずつのところに貼り付けていきます。はい、このような状態になりました。続いてこのような 24cm×30cm の大きなパーツを用意します。これはですね、背面になります。このような感じになります。それでですね、この時にこの穴の開けた位置、全く同じ場所に裏面にも穴を開けたいので、このように合わせて正面のこのパーツと同じように穴を開けます。はい、このように開けられましたら、こちらのパーツのこの底の部分を作っていきたいと思います。 24cm×7cm のパーツに 1.5cm、3cm、3cm、1.5cm になるように 5×5cm の穴を3つ開けましょう。開けられたらこちらは底面につけます。はい、このようにくっつきました。これを先ほど穴を開けた背面にくっつけます。はい、これでだいたい本体の形が見えてきたと思います。続いて 7cm×9cm のボタンパーツに 5cm×2.5cm の穴を開けたものを3つ用意します。この先ほど用意していた輪ゴムを、この輪ゴムをこの出口の穴のこの部分から上の方にこのようにくっつけます。はい、輪ゴムをまずここに留められたら、 7cm×24cm このようなパーツを蓋にするので、この蓋のこの部分にも、蓋のこの部分にもくっつけます。はい、そうするとですね、ゴムがつくので、ここも自動でこのように閉じるようになり、中ではゴムが張っている状態になります。テープなどで色をつけて補強します。はい、こんな感じにボタンもつけられたので、次にこのようなパーツを2つ用意します。これらは少しこの上にかぶるようにこのようにくっつけます。あとは 10cm×24cm のパーツで下のこの台の部分をつけたら、はい、ということで本体が完成しました。あとはオリジナルのね、お好みのデザインをビニールテープでしていきましょう。はい、ということで完成。はい、早速ね、ボタンを押してレゴを出してみましょう。なんかこう、あふれ出るって感じですね。わー、めっちゃ出る、めっちゃ出る、うわー、あんまり戻ってこないんで、若干ね、手でね、押し引きしちゃってる感もありますが、一回押すと、一定の量出るようにできてます。はい、めちゃくちゃ溢れんばかりにレゴが出てきましたけど、なんか爽快ですね。押すと出てくるっていう感じが楽しいと思います。
はい、ということでこのレゴ自販機とってもね面白くできたと思います。まあ今回の反省点としてはボタンの部分が若干ね押しても戻りづらい、まあ、押しにくいっていう部分があったので、もう一段ここにですねこのボタンの上にこの出口と同じものをもう一枚置いてあげるともっとうまく押し引きしやすく出やすくなると思います。またね輪ゴムの太さは細くしてもいいと思いました。細い方が押して戻る力は弱いんですけれど押しやすくなると思います。それでは皆さん、この動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またね。チャンネル登録はこちら、 Twitter、 Instagram のフォローもよろしくお願いします。